ちょっと試合終わって疲れがあったんですけど、飛行機でもうだいぶ寝たりできたんで、ちょっと今楽になってます。スウェーデンオープンちょっと振り返ってもらいたいんですけれども、まあ、2つ優勝っていうのが取れましたけど、その上に関しては自分ではどう評価してますか？ジュニアの部の決勝で菅澤選手で日本人対決になって、まだ日本の大会でも勝ったことがなくて、まあ、自分は積極的に攻めていってもう勝ちに行くしかないと思ったんで、途中までは攻めていって、まあ、リードできたんですけど、そこから勝ちを意識してしまって守りになってしまって、3対3に追いつかれた時はもう最後は粘って、もう自分が一本でも多く返して優勝できたらなと思って頑張りました。地区から続いて、まあ、青年オープンとジュニアパレットってどっちも優勝して、ここからの第3週の自信になったというか、はい、これからにつながる大会になりました。なりました。またここからの目標っていうのはどうやって頑張っていきたいですか？4月にまたフランス大会がにもう派遣してもらったんで、その大会でもジュニアもカデットも優勝できるようにしたいですし、全日本、あ、日本の大会でも全中とかがあるので、その大会も中学3年生で挑むので、もう優勝できるように今からしっかり準備していきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。